ご紹介ありがとうございます。本日パネルでも参加させていただきますけど、まずはじめに、割と私的な意見も踏まえた形でもお話しさせていただきます。このタイトルなんですけれども、本来私の仕事の、状況を見ますと、大学の基本計画をどういうふうに準備していて、それに対して文科省に何してほしいかというのを語ると皆さん期待していらっしゃると思うんですけども、それちょっとずらさせていただいて、私の個人的な見解なんですが、今イノベーションというものを創出する、プロモートするという仕掛けを作るときには、まずそもそもその政策を打つ側もイノベーティブでなくてはいけないという視点がメッセージです。でそのために何をしたらいいか、どういう取り組みをしたらいいか、どうアプローチをしたらいいかということを自分自身少し考えていなかったというのがあります。で特に今回は文部科学省の場でありますから、文部科学省の視点からということでお話しさせていただきます。でスターティングポイントなんですけども、私自身が今もしかですね、文部科学省の若手官僚であって、ちょっと年があれなんですけども、若手官僚であって、先ほど副大臣がお話になりましたけども、文部科学大臣からですね、科学イノベーション政策に対して、我が省の比較優位性は何かと問われたときにどう答えるか、どういうアクションを取るかということをちょっと想定してお話しさせていただきたいと思います。でこういう作業をするときに、自分の頭の整理なんですけれども、これまでいろんな人にいろんなことをやって学んできたんですが、何が肝心なことかっていうのをちょっと考えたんです。私の師でもあるローザンバーグ、イノベーション論の、先駆者でもあるんですけれども、彼は常々言ってたことは、今日あるのは歴史的経緯があってということです。でそれを踏まえた形で次のステップを考えるというのがあります。それからもう一つ、ポール・デイビーが言ってることなんですけれども、やっぱり経路依存性というのがあって、それにスティックする必要はないんだけれども、それを踏まえた形でということを言っておりました。それからもう一人、青木雅彦です。彼は仕切られた多権主義という、彼のキーワードなんですけれども、特に、官僚組織に、あるいはその政府組織になりますと、それぞれの役割分担があって、その中で閉じた形で行動をとると、でそれで会が出てくるかという疑問があります。そういう意味で補完性というものをフルに活用する、そういう焼き方が必要だという主張です。で昨今なんですけど、私今の仕事に就く前に2年ほど OECD にはいておりました。その OECD での、本当にキーワードとなっているのがいくつかここにあります。ベンチマーキングです。一つの国の政策をするときに、必ず他で何やってるかも比較しながら自分の一人ぼりにならないこと、それから次がフールオブガバメントアプローチというのは、政策を、さまざまな課題があるんですけれども、昨今、主たる政策課題というのが一つの省の中で閉じて回復を出すことができない、であれば横断的なアプローチが必要だという話です。それからポリシーコヘレンスというのは、整合性をいかに取っていくかも非常に難しいことなんですけども、これも頭に置くことだと思っております。それから最後なんですけど、ちょっと事務総長のキーワードでゴーホリゾンタルというのは、彼の熱を込めた議論であって、やはり横断的なことを常日頃考えながら、政策課題を抽出して動かしていくというのがキーワードです。この辺のところ頭の隅に浮かべながら、ちょっと今日の話をさせていただきます。で科学技術イノベーション政策そのものなんですけれども、そもそもの回答誰がやったんですか。過去には科学技術イノベーションという一つのキーワードにはなってなかったわけです。で科学技術政策、あるいは科学技術政策もありました。と、それに対抗軸として産業政策というのがあって、それぞれが個別に推進されていて、それなりの補完性があったわけです。で役割分担とすると、旧来型で言えば科学技術省とかです、これは世界的な話です。に対して産業省と呼ばれるものがあって、それぞれが出たという話なんですが、その流れに対して昨今の、動向というと、そういう全部を科学技術と産業を含めた形で、あるいはですね、個別なんですけども、アドバイスをする機能というのが政府の中に必要になっていく形でもって、アドバイザーというのが政府のかなり上のレベルのところで、任命されているケースがあると、同時にさまざまな政策というのをコーディネートする必然性が出てきて、コーディネートする機能というものを埋め込んでいくともあります。その中で、例えば一例なんですけども、アメリカの場合は OSTP というのがセットされて今でも存在しています。で次に、その有効的に来たのがイノベーション政策というのが来ております。
で、その背景なんですけども、やはりこれも OECD で1997年に、まあ、概念としてかなり打ち出したのが、ナショナルイノベーションシステムスという概念です。で、ここでは、このイノベーションが起こる、まあ、そのドライバーとなるアクターっていうのが国の中にいて、それぞれが個別に動くのではなく、関連性を持ちながら、インタラクションを取りながら、ことが起こっていく。その背景にあるのが人と技術、情報の流れ、まあ、そういうふうな概念です。まあ、非常に長くなりますけど、一言で言うとそうなる。そういうこの概念ができたことによって、施策もかなりドライブかかりました。で、その次に出てきたのが2010年なんですが、イノベーションストラテジーというのが OECD で出しています。これは各国政府からの要求でもって、まあ、イノベーションシステムもあるのはいいけれども、じゃあ具体的な政策としてどのような形でドライブをかけるというときに、まあ、一緒に議論して、方向性というものを、まあ、見せためたと。で、ここは、旧来型の技術ベースのイノベーションだけではなく、かなり高貴なイノベーションというものをここで謳っております。で、そこから出てきたのが、必然的に出てくる概念というのが、フルバガバイマントアプローチという横断的なアプローチです。で、現在その、もうすでに5年経ってしまっているので、これ自体も環境の変化、技術の変化、まあ、飛躍的にいろんなものが変わっている。その中でリバイスかけております。で、多分今年の10月頃に新しいバージョンが出てきます。で、それ過去の話なんですけども、今の話です。今、様々な国で、科学技術政策、イノベーション政策、産業政策、バラバラにではなくて、かなりの国で科学技術イノベーション政策という、まあ、パッケージとなった形によって政策を打っております。で、それを、まあ、どういうふうに理解するかというと、やはりこの3つの要素なんですけども、それが統合された力を発揮するということで、まあ、キーワードとしているのがマルチというのがあります。で、これはイノベーションそのものは、まあ、企業がドライバーとなるものですけども、その背景にあるベースとなる技術、サイエンス、ということで、まあ、イノベーションだと。で、またその目的というのが、イノベーションをプロモートするだけが目的ではなくて、そこから、まあ、経済的価値、社会的価値を生み出していると。で、科学を推進するんであっても、科学のもちろん進歩というものがありますけど、同時にイノベーションにも貢献という形で、マルチパーポーズになっている。で、もう一つ肝心なのは、アクターが一人ではない、マルチアクターです。またそのアクターといっても、さまざまな顔を持つ人も出てくるという話なんですね。そういう意味で、政府の中のストラクチャーとして、さまざまなバラバラにあったものを一つのものに、一体化するという流れが結構出ております。これいくつかの例があります。イギリスがあって、スイスがあって、ニュージーランド。スイスなんてですね、もともとバラバラだったところが、エコノミクスとエデュケーションとリサーチを一つの章にしてしまったというのがあります。これが統合したことの意味がどうなるかっていうのは、これからちょっと追っていかなくちゃいけないんですけども、政府の、まあ、趣旨たるのがこう出てくるのかなと思います。と同時になんですが、もう一つ大きな流れっていうのは、これまで産業政策というのがイノベーション政策の陰に隠れたところなんですけども、それだけでいいのかっていう議論もかなりあります。という意味で新たな産業政策、アドバンスマニュファクトリングとかありますし、ミナシーポップでさまざまな出来があるんですけど、これも並行してあるというのが背景です。で、まあ、国外でのトレンドなんですけれども、こういう政策を打ってくるときに、大きなプログラム的な数年間のにわたるプログラムというのが出てきております。で、欧州連合ご存知のように FP7 というのがあって、そこではキーワードとなっているのが、まさにコーペレーション。それからそもそも発端となるアイデア、それで人がそれを動かしていって、それを可能にするカパシティですね。で、それが今、ホライゾン2020というのが始まっておりますが、ここでは3つの軸が出てきていて、エクセレントサイエンス、それからインダストリアルリーダーシップと、先ほどもすでにあったように、ソシエタルチャレンジというのが大きな軸になっております。まあ、このような形で、何が見えるかというと、サイエンス、それから技術、イノベーション、分担された形でやっているのではなく、統合性を持たせた形で、これを打ち出しているというのが欧州連合です。で、他の国も、ここは時間かかるので、ここで飛ばしてみますけれども、スウェーデンにおいては、OECD と関連しながらなんですが、スウェーデンのイノベーションストラテジーを立ち上げ、またそれをまたチェックしながらリバイブしていくと。で、イギリスにおいても、その最後にグロースというエコノミックグロースが入っているんですが、それにどのような形でイノベーション、研究戦略を、まあ、成功性を持たした形で、貢献度が高い形で持っていくかというのはキーワードになっていますし、まあ、フランス、ドイツも皆さんご存知なんですけれども、ハイテクストラテジーの中に、さらなる産業政策も盛り込みながら、でもこの中の鍵となっているのはイノベーションだということは間違いありません。などなどです。
で、これキーワードっていうふうにあれこれなんですが、見てきますと、世の中っていうのはその複雑性っていうのがますます高まってます。でと同時に、さまざまな分野っていうのがそのコンバージョンするというのが同じく進んでいると。でその中で鍵となるのがいかにつながっていくかで、このキーワードはちょっと相反するところなんですけども、これがキーだと思っております。でこの流れの中で世の中を見ていくと、まあ、いろんなキーワードがあります。インターネットオブティングス、そのさらにはその次のエブリティングというのもあります。それから今ICT、またデータの、データをそれから集める力、それからそのストックする力、それを活用するアナリティクスが進んだところによってデータドリブンイノベーションというキーワードもなっています。でそれを可能にするためには、複雑系にあるデータというものをいかにそのうまく使っていくか、その中のベースとなるのがオープンアクセスであってオープンデータであって、そのさらに行くなればサイエンスの世界であってもオープンサイエンスというキーワードがあります。これまでのサイエンスの仕方そのものも変わっていくという話なんですね。でその中にはキーアクターとしてサイエンティストだけではなくシティズンもあるし、またそのネットワークサイエンスなどがあります。で複数の国の施策を見ていると、やはりどこに目標を持っていくか、もちろんイノベーションプロモーションとかが一つの一義的な目標なんですけども、行き過ぎたいところっていうのは、いかに社会そのもののあり方っていうものを変えていくか、でまたそれは自分の国だけではなくグローバルな世界であるというグローバルソーシャルチャレンジがあります。で次の言葉なんですけど、なかなか日本では浸透してないんですが、国の中、あるいは国と国の間での格差というのが広がっているという認識をベースにしたときに、これまでの発想でいくとイノベーションってその格差を広げるふうな形になっているんじゃないかとあります。でもそれを逆手にとって格差を縮めていく形のイノベーションとは何かという議論も日々はしております。でそれにつながっていくんですが、ソーシャルイノベーションがあって、でやはりその経済政策によってエコノミーグロースを求めるんであっても、やはりこれまでと違うアプローチが必要だ、その中でイノベーションという議論があります。でですね、ちょっと時間も少ないんですけども、日本ではって話して、やはり歴史を見たときに、利権っていうのが1917年にできてるんですが、当初のモデルっていうのはまさに理想的なモデルであって、基礎研究がありながら最終的に利益につながって、その利益がさらに還元されて基礎研究という、昔ではあるんですけども、モデルがあったと。ということは、日本でもこういうモデルというのは実装可能だということ。でその後なんですが、産業技術政策というのと科学技術政策というのは2つ、の軸でもって日本の中では推進されていって、それがかなり それぞれの特徴があったわけなんですが、この中で見てると制度的互換性というのがあったのが、だんだんとコンバージャンスというのがあって、そのコンバージャンスの一つのプラットフォームというのが大学であって、大学というのが、科学どちらかというとベーシックサイエンスに近かったんですが、それがどん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 広がっていった形でもって、産業技術には貢献があって、産業技術の方も産業界だけの研究開発能力プラスに大学での研究開発能力を活用していくという形でもって、だんだんコンバージャンスが来たと。その中に基本計画があって、私もいます基本会議があると、そういう中で、昨今科学技術政策から科学イノベーション政策にシフトしたわけです。その中にはこの準備として、専門調査会としてイノベーションが入ってきたのと、イノベーション科学技術イノベーション総合戦略というものを立ち上げたという経緯がありますし、それから、我々 その名前そのもの、もちろん中身も変わってのことなんですが、科学技術イノベーション会となりました。でそこでなんですが、やはりその文科省の強みというのは何かというと、やっぱり一つの屋根の下で全てを、それこそ教育も初等中等から高等教育、それから科学技術学術研究振興研究科全てを入っている。その中でネワークは相乗効果があり、また制度補完性があり、また横断的課題にアプローチできて、それを、文科省の中でをメイクアプローチというのが可能になるとポテンシャルを持っているわけなんですが、なかなかそのこれまでのやり方っていうのがこれに対するバリアになっている気がします。そういう意味で殻を破っていただきたいというのが私のメッセージです。やはりそのアイデアっていうものをどん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 出していって、また他の賞にもそのインパクトを当たるようなその賞であっていただきたいと。で、肝は統合力を発揮する賞であっていただきたい。で私自身ですね、こんなことを言うのは簡単なんですけども、自分でもちょっと切実な問題として感じてたことがあります。
それは大石家庭の体験なんですが、私は川別産業局というところで、番頭さんみたいな役をしておりました。でその時に、いろんな若手のスタッフと話しているとみんな文句言うんですね。どこの組織でも若手は文句言うんですけれども、そもそも誰が何やってるかわからないと。特にフレッシュできた人たちは自分の、ヘッドは分かってるんだけども、その他で何で分かってないと。で、多分知ってるのは課長クラス以上の人が全部把握してるみたいなんだけど、何も情報が来ない。でここに来てしまうとレポート関係のいろんな会議を回せなどなどと言われていて、全く知的な刺激がないと。で我々がするのはペーパーを生産的にすることだけっていうふうな印象を持っている。で本来は科学密イノベーションって非常に大きな話なんですね。社会を変える話なんだけども、ビッグピッチャーのことを全く誰も語っていないと。それこそ次の会議のどこのペーパーの何とかを作らなくちゃいけないことばかりになっていて、でそれはその仕事の仕方そのものが細分化されていた仕事で、効率的でもあるかもしれないけども、しかしながらなんと知恵を出す間もないという。で非常にもったいない話だと思っております。でやはり若い人たちのエネルギー、若い人たちのアイデアと取り込まないことには次の世代の準備にはならないということで、いくつか仕掛けを作ってみたいな苦肉の策なんですがやってみましょう。でじゃあ分かんないなら内部で、通常ですね、外からエクスパートを呼んできてセミナーやるんですけど、そうじゃなくて内部でスタッフでもってセミナーやろうと。それプラスにそれぞれの分野のエクスパートを呼んできて、そういうセミナーをインフォーマルなのを作るゲーム。これはそのいわゆるステークホルダーであるメンバー国に対してじゃなくて内部の事務局内でありました。それと同時にリトリートなんですが、1年に1回か2回なんですが、仕事を離れてじゃあ片寄っていう場を作って、そこでは若手の人たちに場所を作ってあげました。で OECD の場合は2年単位でもってバジェットが動いていて、2年間で、次の2年間でどういうプログラムをやって、そこにバジェットをいくらつけるっていうのをやってるんですけども、その中では大概の場合課長クラス以上の人たちがあだのこうだのっていう話なんですけども、その前の段階で若い人たちに何したらいいっていうその頭出しの機会を与えました。でそうやった時にいろんな企画した時にですね、課長以上の人は黙ってるんですが、喋りたい人もいるんですけど、なるべく後ろに行ってもらって若手が主体的にやらせるってことです。結構面白いアイデアが出てきて、実質、今期のプログラムにはそういうその目を出したのが埋め込まれているというのがございます。で例えばなんですけれども、サマースクールって書きました。何でか分からないと思うんです。私そもそも東北大学に10年間いたんですけども、その時に感じたのが、東北大学に若手と面白い研究があるんですけども、霞ヶ関に住むなかなかそこから見えない。で東北大学にいると霞ヶ関に何してるのか分からない。なんかある日突然いろんなのが起こってきて、それに対する対応しなくちゃいけない。じゃその前の段階ということで、若手の官僚で何名かとうちの若手の大学の若手を集めて、丸一日お互いに話し合う機会を作りました。それっていうそういう形でやると、やはりイレギュラーにやってくるとかなりその情報の交換ができるし、その次の政策を打つことにも貢献できるのかなと思っています。そういう仕掛けが国レベルでできればと思います。2番目がフォーニングウォールズって、これドイツなんですけども、ご存知のようにベルリンの壁が落ちた時に、その後なんですが、ベルリンの壁だけではなくてさまざまな壁があると。知識に対する壁、文化に対する壁、さまざまチャレンジすることがあるんですが、それどういう壁を落とすべきかっていうのが1年に1回集まってやっています。そこに若手のセッションがあります。若い人たち世界中から自分がチャレンジする壁を出してもらって、具体的にどうやって落とすかっていうプロポーザルを出します。そういうコンテストがあるんです。でそういうのも日本ともできないかなと思います。で先ほど申したようにトゥリップです。で例えば練習問題なんですけれども、今 OECD のプロジェクトなんですが、ナレッジトライアングルというプロジェクトを進めて、これからうまくいくかいかなかはあるんですけれども、スタートしようとしております。で一つの問題式なんですが、先ほど申し上げた大学というのが、本来研究と教育というのがパッケージでやる場であったのが、それプラスに社会貢献、イノベーションとさまざまな広がったところにあると。でも中を見ると、私は今教育、私は今研究、私は今企業とという分断された形になっていて、その分断された形で本当に意味があるのか、やるからにはやる意義というのがあって、どういうふうにそれをハンドリングしていく、マネしていくのが一番、グッドプラクティスがあるかないか、その辺の議論をしようとしています。まさにこういう議論ができるのが文科省しかないという認識です。
で、これ一つの例題なんですが、若い人たちにこういう、投げかけた形でもってチャレンジしてもらう、それを政策に反映する、そういうメカニズムというのが埋め込むことができれば、非常にダイナミックになるし、イノベーティブになるし、そういう影響というのは他の省にもいくと信じております。ですので、これは期待も込めてなんですが、続きはパネルで出発しようということで、私のスピーチはこれでもって終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。